警告、このゲームは現代の日本と似て異なる世界観でできているよ。登場する人物も名称も全部架空のものだから決して本気にしないでね。精神に負荷のかかるシーンがあるから心が弱ってる人はまず休もう。はい、ということで、今日は心が疲れているので、こちらこのゲームをやめたいと思います。ということで、今回はミディガールオーバードーズをやっていこうと思います。配信のアカウントとかパスワードはエンジェルかわいい2だよ。エンジェルかわいい2。おー、かわいよ。無限にできたみたいだね。これから始まっていくんだ。これから永遠に一緒だよ。たとえ私がインターネットで死んでも捕まっても壊れても刺しても炎上しても神になっても狂っても一緒だからね。本当にインターネットって死臭も不臭も漂い続けてる現代社会が生み出した地獄そのものだよ。でも私はそんなネットの中でしか生きられないの。朝起きられない、外出たくない、まともに働けない、他人が怖い、大人がムカつく、頭も良くない、だけどチヤホヤされたい。今チヤホヤされるには配信者になるのが一番。こいつ舐め腐ってんな。機材や設定の準備をしてくれてありがとね、ピッピ。そう、これからあなたはピー、私の好きピーだからピー。なぜかこんなアメちゃんを支えてくれる理解ある世界一大事な恋人、ある意味プロデューサーの P でもあるかな。 P は私と違って頭がいいからな。 P が私を導くんだよ。いっぱいアメちゃんに指示してね。やるぞ。あ、やばい、私こういうこと言う、たまに。待って、なんか自分を見てるみたいな。そろそろ時間だね。メイクもウィッグの準備もパーフェキー。それでは私の初配信始め。ピッポッ。配信時にはムカつくオタクのコメントを消したり、色好きスパチャを2つまで拾ったりできるよ。ムカつくオタクのコメント消せんだ。オッケー。ジェルバンは超絶才川天ちゃん、略して超天ちゃんだよ。自己顕示欲高いな。この混沌とした令和のインターネットを照らす一筋の光、電子の海を漂うオタクに笑顔を、未来の平和をお約束。壮絶だけ、あ、ちょっとちょっと待って いただいてよろしいですかね。インターネットエンジェルただいま降臨。これからネットのオタク帰れ。ちょっと私これ拾うわ。あとはね、せっかくやるからには絶対配信者の頂点取ってやるから。夢はでっかく、フォロワー100万人でか。まだまだわからないことだらけだけど、よろしくね。コメント見るね。来てくれてありがとう、超天ちゃんバニョー。かわいい顔。あ、いいね、お前が帰れ、私好き。やったコメント配信最後に反応してオタクを喜ばせてあげるの。超天ちゃんは優しいね。ポケッタ、はじめまして、あなたのインターネットエンジェル、さ、ちょ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 、出た、裏垢。これ裏垢でしょ、私知ってるよ。フォロワー増えるの早くね、インターネットすげえ。あー、緊張した。二人で考えた超天ちゃん、ようやくこの世に降臨したよ。フォロワーは1000人増えたのか。こんなんじゃチヤホヤが足りないな。わがままの女だなこいつ。まだまだ始まったばっかりだね。私の無限の承認欲求が満たされるには最低でも100万人のオタクに囲まれないとな。勝負は1ヶ月ってところかな。あれ、こいつインターネット舐め腐ってないか。お、7年やって30万人ですけど。私たちならすごい配信者になれるよね。なれるよ。頑張りすぎると壊れちゃうかもだけど、その時は2人でこんなインターネット滅ぼしちゃおう。それじゃあ明日からもよろしくね。おはよう。配信者になってから初めての朝だね。と思ったら全然昼間だわ。朝起きれねー。まあいいか、目標の100万まであとたったの99万9千人だよ。まずは1万行きたいよね。サクッとてっぺん取っちゃおう。知っての通り、私は一人じゃ何もできないからさ。ピーが毎日いっぱい指示してね。信頼してるよ。あなたの言うことなら何でも聞くからね。私はピーを信じてるよ。言うこと絶対聞くから、絶対最高の配信者にしてね。出ないと、出ないと私壊れちゃうかも。あ、待って、この選択肢しかないの？早速お願いね。このゲームはデスクトップにあるアイコンをクリックすることで進んでいくよ。1日は
昼、夕方、夜で3回の行動ができるよ。規則正しいね。あ、びっくりマークは配信に使うネタを発見できるコマンドだよ。もらったらびっくりを選んでみるといいかも。夜は、配信は夜だけ行えるよ。人がいっぱいいるからね。OK。インターネット。エゴサするか。とりあえず起きてエゴサする、私は。あ、いいんじゃない？出た！褒められているツイートは絶対。見逃さん、なんなら全部印刷して、額縁に飾りたいまである。あ、LINE 来た。ポキッタ。Love forever。好き。あ、こいつ単純な女だな。もっと愛を込めて。Love forever。は、お前、既読無視すんじゃねえよ！何しよっかな。遊ぶって何があるの？ゲーム、込め、まだ早いよ。ディパス、あー、あ、待って、ディパス飲んじゃった。1日1回以上。はい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 。気持ちが落ち着きます。体がふにゃふにゃします。飲むとなんだか楽になるんだ。飲みすぎるとふわふわになっちゃう。まあ、ディパス2錠じゃ足りないよ。ディパスは2錠じゃ足りないから。おお、ほら、来た。すげえな。そんな時間飛ぶか？さて、ツイッターみたい、ツイッター。このままどこまでも伸びていくパイプを伝っていけば、いつか広い海まで着くのかな。私もよく海まで着くのかな。あ、ちょっと待って待って待って、情報量が多すぎるって、ちょっと待ってよ。情報量が多すぎる。これ、私、次の配信タイトルこれにするわ。そうだねって、これにしよっかな。あれだけオーディス外に行かないって決めていたのに、ピがいなかったら本当にどこかに落ちて怪我しているとこだったよ。ダメ、絶対。こいつだ、マジでダメな女だな。うつだしのってわけにもいかないんだな、これが。アメちゃんにはフォロワー数と後ろに、甘美な欲求がそこで待ってるからね。とはいえ人生は辛いことばっかり。お薬飲みながら配信するか。怖いこと、苦しいことが全て消えますように。なんか私、心辛くなってきたんだけど。なんか、大丈夫かな？なになになに？メール。衣装量お世話になっております。クリエーションの斎藤と申します。先日電話されたんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃら。家賃か。なるほど。デイ10までに家賃払えってことだよね。まあ、なるほど。とりあえず収益化ラインを目指すと。掲示板。お前ら、頂点ちゃん知ってる？書き込みするんだ、自分で。インターネットエンジェル降臨しちゃったよ。自分で書くんだ。ちょっときついことがあったよ。きっとすぐにメンタル回復するから、ちょっと待っててね。出た。うわぁ、なぜか昔仲良かった子からブロックされた上に文句言われてる。なんでなんで？こういうの見つけちゃうと数日落ち込んじゃうよ。わかる。配信します。何にしようかな。あ、とりあえずそうだねします。ジェルバーマー天からやってきたキュートな女、頂点ちゃん。はい。今日はなんだかふわふわしちゃうね。お外もポカポカすぎまろた。こんな時にはお散歩でも行くか。で、この格好で外出たら一発職質だね。逮捕されても優しくしてね。それじゃ一応のやってくよ。お前らも画面の前で大きな声準備しろ。懐かしい。頂点。やべ、コメント読むの忘れた。あ、ちょっと一回閉じるか。なんか自分の記憶を辿っているような気持ちが。アメちゃんが休ませてって言ってきても簡単に甘やかしたり、しないでね。でも今日は休ませて。ダメってないの？オタクはすぐ死ぬ。それな。嫌な開始。でも、とりあえずラブフォーエバー送ればいい。うるさ！はぁ！お前わがままだな！この女。
何？そういえば昨日高校生に間違えられた。最高か。だろ？分かってんじゃん。ラブフォーエバー。アイス、いい、かわいいな。ちょっと闇配信できないのか。とりあえずゲーム実況するか。ジレバンは今日はついにゲーム実況かましていくよ。頂点ちゃんがネットを始めたての頃にギリギリ存在、ギリギリ存在していたオーパーツ。オタク黙って。フラッシュゲームをやるぞ。遠いっすよ。ゲーム下手そう。懐かしいな。確かこのサイトに飛んでって、あれ？あ、昔すぎてもう終了して遊べないみたい。泣かないで。お前らの反応でも見るか。いいな。ゲーム下手そう。怒っていいよ。あ、いいぞいいぞ。女の子に偉そうなコメントをする君は。いいね。この女、いいな。この配信スタイル好きだな。昔の自分を見てるような気持ちですね、これ。まあ、朝から、一回、新生活に入って初めてやることやってきた。気持ちよかった。心までなく体の相性までぴったりなんだね。それかアメちゃんが P 専用に染められてるのかな。簡単な女だなこいつ。エッチなことしよう。ちょっとオタクにエッチな配信させます。ジルバンはオタクの身の今日も元気に病んでるかな。いつも頑張っていて偉いね。無職は無職で生きてて偉いね。生きてるだけで偉いって言われても褒め方が無すぎてムカつくと思うけど。今日は頂点さんがみんなにとっておきのエールを送るね。ちょっとラブ。あー、一度やってみたかったけどいざ実行すると恥ずかしくて死ねるわ。あ、待って待って、このコメント拾いたかったね。え、お金単位を同時に送ってくれる男はモテるぞ。モテるぞ。お風呂は爆伸びしたんだけど、ちょっとこびたぐらいでいろんな数字が爆伸びしている。味を占めたぞこの女。よくねー。今日は休んじゃダメ。サボろうサボろう、ストレス溜まっちゃうよ。いや働けよ。まだ病んでないから、とりあえず介護させて。あ、いいね。オタクいい感じだよ。エゴさしてたら好きなイラストレーターさんが頂点ちゃんの配信に言及してた。いいね。強烈なアンチ見ちゃった。どこに強烈なアンチいた今。ちょっと私、全く同じようなこと言ったことあるわ。うん、強烈なアンチ見ちゃった。これは辛い。あ、無視した方がいいって分かってるのに、ブロックして放置でいいで決まってるのに。ダメだ。回線切って首吊って死にまーす。配信しなさいよ。なんでピっていつもアメちゃんと一緒にいてくれるの？私の顔がいいからか。愛してるからだよ。ありえないと思うけど、浮気したらもちろん殺すから。ピエン。あ、ピエン来た。頂点ちゃんの気持ち。あのね、確かに私は天使だからみんなの笑顔のためなら何でもするよ。だけどたまには苦しくなっちゃうこともあるからさ、あんまりひどいこと言わないでくれると嬉しいかな。天使だって生きてるんだから。暗いこと言っちゃってごめんね。こんなこと言われても9割の人は無関係なのに気持ち悪いよね。なんかオタクちょっと辛辣になってきたな。かまってくれてありがとう。この返しいいな。キモなさっさと消えますね。あ、ちょっといいぞ。いい、メンヘラ。メンヘラゾーン入ってきたな。フォロワー爆伸びしたけど。今すぐスマホを投げ捨てて自由になりたい。これは私もたまに思いますね。なんか家賃払えるんじゃない？フォロワーが1万人になった。あれ10万だっけ？収益化1万でいいんじゃないっけ？そもそも数万なら昔の自撮り明かり超えてたし、顔だけでたどり着けるラインだからね。これは最強になる。
私たちにとって通過点に過ぎないよ。これから始まる天使伝説の第一歩に、第一歩オタクたちから盛大に祝ってもらえますか。フォロワー1万人記念、最高だね。最高だよ。ちょっと可愛くなってきたなこの子。1万人記念やるか。始める。ジェルバンはオタクの涙を背負って電子の始末、頂点ちゃんだよ。今日は記念配信するよ。何の記念かってタイトル読めないんか。そう、この度私頂点ちゃんはフォロワーが1万人になりました。これから何倍何十倍にもなっていくからね。あ、頂点ちゃんってね、大人が嫌いだったんだ。大人ってみんな不自然だもん。ちょっと気持ち込めて読むか。家も学校も嫌だった。大人がいるからそれで部屋でずっとパソコンやってた。そこにも大人がたくさんいたけどね、みんな欲望のままに生きてた。アニメとか漫画とかエッチなこととか、現実世界の大人が隠す欲望に濡れていて、それがすごく自然に生きてるように見えた。こういう風になりたい。ネットの世界で素直に生きてみたい。そう思ったの。あ、なんかこんなこと言ってる配信者私知ってるな。なんかなんだろう、大人になりたくないってよく言う配信者私知ってんな。既視感を感じますね。とりあえずし、あ、お、なんか新ネタエッチなことあるんだけど、ちょっと、まあ、新ネタのためにね、ネタのために、ネタのためにさ、やっぱり、ネタのためだから。ピノ全部が好き。こんな気持ちいいことハマっちゃった。私の脳みそとろけて壊れちゃう。そう。また暑い夜を過ごしたね。大好き。まさか頂点ちゃん姿で楽しむ。お前配信の姿でやったんか。それはオタクに、オタクを侮辱してるぞ。ピンも頂点ちゃんも全てアメちゃんの妄想で、本当は私は精神病院で隔離されて一人で配信ごっこしてるってオチじゃないよね。すごい怖いな、この子言ってること。え、待って、LINE 書いてこなくなった。まずいぞ。まあ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 、大丈夫でしょ。配信しよう。トゥナイト。よし。ジェルバンは、みんなの天使、頂点ちゃんだよー。今日は何のお話しようかなー。あ、そうだ。昨日食べたコンビーフの豆知識を教えようかな。コンビーフの形はね、昔缶詰の製造法では空気が、あ、あ、あ、見ないで、これはダメだからやめて、こんなことがお金もらっちゃったら普通の女の子に戻れなくなっちゃうもう戻れねえよお前は。てんてん、フォロワー7万増えたんだけど、すげえな。投げキッスより肌をちょっと見せた時の方が伸びがいいぞ。これはやはり攻めるしかないのだろうか。